いやー、なんかね、喉の調子がよろしくないんですわ。なんかわかんない。風邪ひいたわけじゃないんだけど、急になんか喉がイガイガし始めて。困るぜ。わしの商売道具やぜ、これな。なんていうのは、まあさて大きいですね。さっきコンビニに行ったら、もうこれは無視できんやろうと、いうものが売ってましたので、そちらの紹介およびレビューをしたいと思います。それがこちら。ピシッ。フィッツグミー。イェーホーホー。ということで、フィッツグミですね。これがね、多分、今日発売がしなのかな？わかんないんですけど、新顔としてね、近くのローソンの、グミコーナーに陳列されておりましたので、買ってまいりました。あのさ、なんか、この、ちょっと前に、またなんかあれ、結果フィッツガムだったんだけど、ガムね、こういう丸くボールになったガム、こう、俺最初さ、それグミだと勘違いして、てかそれも多分皆さんから教えてもらった気がするんですよ。なんかフィッツの、なんか新商品で出ましたよ、買いましたかみたいなこと言われて、俺はもうてっきりね、グミだと思って、しかもグミのところにさ、こうやって陳列されてたもんだから、よく見ずね、買ったら、ガムやんと。これ、フィッツを丸めたボールにしたガムだったのかということもあったんですけど、今回はこれもよく見たら本当にグミと書いてありますから、これはグミでございます。じゃあ、果汁グミと同じような匂いしますね。で、見てください。二層構造ですね、これ、ほら。上がジューシー柔らかグミで、下が濃厚ハードグミというような感じですね。二つの柔かた食感で濃厚な果汁感が口いっぱいに広がりますと。柔かた。なるほどね。上がソフトで下がハードだと。で、ちょっと早速いただきます。なるほどね。わかりました。だな。うーむって感じかな。これさ、食感を売りにしてるわけじゃないですか。ね、柔かた2層で新しい食感ですっていうような、まあそれが一番の売りなわけでしょ。ね、味に何か特徴があるわけじゃないんですよ。これもグレープなんで、まあグレープです。ただね、これ。ね、二層じゃん。口に入れるじゃん。これ噛むでしょ？こうやって歯でこう噛むじゃん。もうそうしたらね、こんな二層とかね、なんのこっちゃわからんのですわ。結果、これここに二層だって言われてて、柔かたですってここに書かれてるから、まだかろうじてね、口に入れた瞬間に、あ、まあなんとなく確かに、柔かたっていうのわかるかもしれないって、ね、いう風になるんだけど、もしこれパッと出されて食べたら別にその食感の違いがね、そこまで感じられるかって言われたら、これ難しいで。だから結論から言うと、この食感を売りにしてるのにもかかわらず、多分これそこまであんまり特徴が分かりづらいっていうか、ハードとソフトでこうじゃん、ね、歯でこうやって噛むわけじゃん。なったらもう結構ね、何のこっちゃ分かんないですよ、正直な話。これが、例えばだけど、なんか、同じ2層でも、外側はハードなグミで、中がソフトとかだったら、多分、ギュッてやった時に、あ、ハードだな、でも、プツってなったら、あ、中ソフトだな、みたいな感じで、わかるんかもしれないけど、こう、上下になっちゃってっから、正直ね、上だけでソフト、下だけでハードみたいなので、それぞれで感じるの結局難しいじゃないですか、貼って、神経取ってないし。っていう風になると、あんまりね、ここで、その2層
のなんか食感の違いをその感じるっていうのは非常に難しい。こっちからね、歩み寄らないと無理。こっちから食感の違いを探りに行かないと分かりづらいですね、非常に。しかもね、口に入れて食べるときって、まあ、ファーストバイトがさ、こうだったとしても、口の中でもう一回こう歯が離れて、もう一回噛むとき、もしかしたらこのグミが口の中で転がってね、こうなるかもしれないじゃん。ね、口の中ってさ、もう一定でこうやって噛んでるわけじゃないじゃん。これ口の中で噛んでると、もうこの噛まれてるものはさ、いろんな動きをするわけじゃん。ね、一定こう機械みたいにガシッガシッガシッって噛んでこう飲み込むわけじゃないですから、こう噛んで口離したらまたこうやって回転してこうなる可能性って十分あるし、そうなったらもう余計なんのこっちゃかわからん。だって、最初舌ね、舌ハードで感じたとして、次これ上ハードで感じたら、もう本当にわかんないですよ。5点やな。10点満点中。だったら、だったらこれ2層にしちゃうんじゃなくて、まあ、さっきも言ったように、こうハードなもので外側を包んで中ソフトにするか、もうそもそも、この2種類入れるっていうことですよね。これ2つの食感を1つに入れるんじゃなくて、柔らかいグミとハードなグミが2種類入ってるグミですみたいそれくらいにしないとちょっと食感の違い、わかんねえな、これな。非常に難しいです、これは。まあだから、なんだろうな、フィッツだから、まあ、あのガムのね、カムントフニャンフニャン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 みたいなのを、もしかしたら表現したかったのかもわかんないんだけど。まあ、正直、食感で勝負するには、ちょっとなぁ、ちょっとこれは消費者に対するこの負担がでかいよね。もう、そっちの力量が問われ、消費者の力量がすごい問われるというか、そっち側にこうすごいバトン投げてる感があります、これは。正直な話。だから味としては別にまずいとかじゃないし、普通にグレープの味ですよね。だからまあ今言ったようにこの一番のね、この柔かた食感っていうものを売りにしているのであれば、どうなんかな。まあ、一つ間違いなく言えることは、もう一回買おうとは僕は思いませんかね。だったら他の買いますっていうか。だったら果汁グミとか、もうシンプルにグレープの味買うかな。まあ、そんなところですかね。まあ、もしね、気になった方いれば、まあ、もしご自分で確かめてみていただいて、なんとなく僕が言ってることが理解していただけるのではないかなというふうに思いますけども。はい。そんな感じでね。ただ正直ね、グミの話だけど、あんま僕ね、もう、虫歯になるの怖くなってきて、最近。ちょっと前ほどグミをね、控えてるんですよ。前なんかもう1日1袋くらいマジバクバク食って、それぐらい平気で食べてたんだけど、なんかちょっと虫歯になってからね、顔に銀歯打ち込んでから、なんかちょっと、虫歯に対してちょっと怖えなと。ちょっとグミ控えようかなみたいな、そういうグミ自粛ムードになってきててね。今はもう、まあ、
前よりだいぶ控えてますよ。うん、毎日食べるってことはしないし、まあ、2日に1遍か、3日に1遍か、うん、まあ、それくらいに、ちょっと頻度落としてますね。非常に辛いとこであります。